新潟県中越地震は、2004年10月23日17時56分、新潟県中越地方を震源として発生した M6.8、震源の深さ13キロの直下型の地震である。1995年の兵庫県南部地震以来、当時観測史上2回目の最大震度7を記録した。なお、1996年の震度改正以降、 震度計によって震度7が観測されたのはこの地震が初めてである。新潟県北小沼郡川口町の直下を震源として発生した逆断層型の内陸地殻内地震で震源直上の川口町では最大震度7を観測した。震度7を観測したのは1995年の阪神・淡路大震災以来9年ぶり観測史上2回目。 なお、阪神、淡路大震災では、気象庁などの調査によって震度が判定されたため、震度計で震度7が観測されたのは初めてである。また、M6 を超える規模の大きな余震が複数回、発生するなど、余震回数が多く群発地震的要素を呈した、ことも、特徴の一つである。気象庁はこの地震を、 平成16年新潟県中越地震と命名した。英語圏では、新潟プリフェクチャー中越アースクエイクなどの表記が多く用いられた。また、新潟県はこの地震による震災の故障を、新潟県中越大震災とし、11月29日より使用している。各地の震度震度5弱以上の揺れを観測した観測点は以下の通り。観測点名は、 地震発生当時のものを使用する。北は青森県の東津軽郡蟹田町、西は兵庫県の神戸市灘区、南は和歌山県の長郡内田町、小川町で震度1を観測するなど、東北地方から近畿地方にかけて震度1以上の揺れを観測し、北海道の函館市でもビルの高層階では揺れを感じた。また、 防災科学技術研究所が運用している、共振観測網によれば、小じ谷市で震度7相当の揺れを観測した。余震の概要マグニチュード6以上の3つの地震の、震源図本震の震源の深さが、地下13キロで、余震も、地下20キロ以下で発生し、大きな有感地震が続いた。新潟県内では、本震発生後2時間の間に3回の震度6、 地震発生日に、計164回の有感地震、翌24日も、計110回の有感地震を観測。その後も余震が続き、10月31日までの間に、計600回、11月30日までの間に、計825回の有感地震を計測した。10月25日以降は、大学の共同研究チーム、気象庁、 防災科学技術研究所などにより、臨時の地震計、GPS 変異系、電磁器の観測機器が設置され、余震活動を記録し地下構造の解析を行った。兵庫県南部地震をきっかけに整備された、高感度地震観測網と臨時地震観測機器群の活躍により、阪神、 淡路大震災の際に記録した余震の2倍、三河地震に匹敵する回数の余震を観測している。震度6強の強い揺れを伴った地震が短時間に連続して発生しており、余震の規模と時空間分布から見ると群発地震的な特徴を持っている。地震から7年以上経った2011年でも最大震度が2から3の余震が時折発生している。 新潟地方気象台によると、2006年5月2日に発生した小千谷市で最大震度2を観測した余震により、震度1以上の余震は1000回を超えた。気象庁の発表によると、最大震度5弱以上の余震は12月28日までに19回起きている。最大余震新潟県中越地震において最も規模が大きかった余震は、 本震からおよそ40分後の10月23日18時34分に発生した M6.5 の余震であった。この余震で2515ガルの最大加速度を記録した。この余震における震度5弱以上の地点は以下の通り。このほか東北地方から近畿地方にかけての広い範囲で震度4から震度1を観測した。 兵庫県加古川市では、本震では体に感じる揺れは観測されなかったが、この余震では、震度1の揺れが観測されている。防災科学技術研究所により整備、運用されている、高感度地震観測網のデータを利用した、地震動が伝播する様子を、色の変化で表現した、静止画と動画。揺れが広がっていった様子がわかる。 1983年から1986年、及び1994年から、本震の直前まで震源域を中心に、地震の静音化現象が生じていた。この地域は、ユーラシアプレートと北米プレートが衝突する、日本海東円変動帯の陸域の新潟神戸、歪み集中帯の中でも、強い集局を受け複雑な応力状を生じている、地域である。 北北東南南西方向の軸を持つ副廃者構造があり、震源域となった新潟堆積盆地の東園の東山丘陵と魚沼丘陵は中心にお以降に堆積した5000メートル以上の堆積物が堆積している。地震発生直後の調査では、地表地震断層が出現した古代ラビ断層と6日、長盆地青煙断層の北部が活動したと考えられたが、 その後の調査で、前述断層帯が原因となった可能性を否定する結果が得られている。阪神、淡路大震災のように明瞭な断層線が地表に出現しないことから、従来知られていた活断層の活動ではなく、厚い堆積層下の未知の断層の活動による地震と考えられている。メカニズムとしては、北西南東圧縮の逆断層型の地震である。 本心及び余震の振動波形や余震分布の解析結果によると本心を発生させた滑り面とは別に平行する別な滑り面と本心と直行する合わせて3つの滑り面が存在した強い揺れに見舞われた小千谷市、東海、長市、長岡市、三つ家市を中心に全体で68名が死亡したこのうち建物の倒壊などによる 直接的な死者は16人で、他の52人は避難中のストレスや、エコノミークラス症候群によるものであった。家屋の前半階はおよそ1万7000棟に上った。ものの、建物火災の発生は9件に止まった。新潟県、特別豪雪地帯等における高床式住宅の特例基準が施行された2001年10月以降の高床式住宅は、 比較的被害が警備であった。一方で、山崩れや土砂崩れなどで、鉄道、道路が、約6000カ所で分断された。2004年は7月13日に、新潟県地方で大規模な水害が起こり、また夏から秋にかけて台風が過去最多の10個、上陸するという、例年にないタウに見舞われた年であった。このため、もともと地滑りの発生しやすい地形であったところに、 降雨によって地盤が緩み、地震が発生した際に、多くの土砂崩れを引き起こしたものと思われる。山越村芋川流域では842カ所で、崩落が起き、52カ所で、自然ダムを生じ、一部では淡水による被害を生じた。こうした、稼働閉塞により、村内の複数の集落で大規模な浸水の被害が、出ており、下流域では、土石流が発生する。 危険性があるため、ポンプによる排水や、稼働付近の民家を撤去するなどの措置が取られた。また地震発生当時、幸いにも水位が低かったため、被害は発生しなかったが、信濃川の堤防の一部にも亀裂が生じた。電気、ガス、水道、電話、携帯電話、インターネットなどのライフラインが破壊されたほか、新潟県への電話が集中したため、交換器が服装し、 発信規制がかけられた。また、山間部へ続く通信ケーブルや、その迂回路も破壊され、外部からの情報にも孤立する自治体が出た。被災地での情報源は、テレビラジオが主となり、停電地域は携帯ラジオか避難所に設置される、テレビのみとなった。阪神、淡路大震災以降、災害に強いと思われてきた、携帯電話については、震源地周辺では、 基地局の設備損壊や長期停電などがあり、基地局の機能維持のために非常用として蓄電されていた予備のバッテリーも通話の集中によって1日余りで使い果たされてしまうなどしたために基地局そのものの機能が停止し通話不能となるなど広範囲で使用不能となった。基地局が機能していてもモバイルバッテリー等がないために停電復旧まで、 携帯電話が普通となる被災者も多数いた。発災当時王子はスマートフォンが日本国内で普及する以前であり、YouTube や大手 s n s も創世紀以前でワンセグも開始前だった。E メールがほとんどのユーザーに普及しており、以前から普及していたショートメールサービスとともに電話普通時の連絡手段として利用された。携帯電話に カメラが搭載され始めた時期だったため、画質は良くないが、多くの写真や動画が記録に残っている。柏崎刈羽原子力発電所、福島第一、第二原子力発電所と小永原子力発電所を含めた発電所への被害はなかった。東日本大震災以前であり、原子力発電所に対する不安風潮も、発災当時は、ほとんどなかった。 新潟県中越地震で脱線した上越新幹線、時325号10両目。2004年10月24日207系550メートル付近より、撮影鉄道は、上越新幹線で、時325号が脱線したほか、線路や橋脚が破壊され、それに加えて、トンネルの路盤が盛り上がるなどの被害が発生した。 国内の新幹線の営業運転中の脱線事故は、開業以来初めて。また在来線も上越線、新越本線、飯山線、只見線、越後線も、路盤の崩壊など甚大な被害を受けた。また27日午前に発生した余震の際には、JR 長岡駅、大手口の外壁が崩壊する、可能性があるとして一時閉鎖された。道路は、 北陸自動車道や関越自動車道などの高速道路、国道17号や国道8号などの多くの一般国道、多くの県道や生活道路も亀裂や陥没、土砂崩れ崖崩れによって寸断された。このため山間部の集落の一部は全ての通信、輸送手段を失って孤立した。とりわけ、腰国山越村は損益に通じるすべての道路が、 寸断されたため、ほぼ全村民が、村内に取り残され、自衛隊のヘリコプターにより、長岡市、小千谷市などへ避難させる作業が行われた。主要地方道の新潟県道71号を地や、川口山と千の木沢トンネルも損傷したが、崩落箇所を修復し復旧した。新潟県は、富山県、長野県、群馬県、福島県、山形県と隣接しているが、 ほとんどの県境が山間部であるため前述の道路普通と高速道路会車両が重なったため県外から被災地へのアクセスも大幅に制限されていた。農業は大きな被害を受けた。川口町や小地谷市では地震の影響で水田が液状化したり棚田が崩壊するなどの被害も見られた。これにより翌年の米の工作作業と収穫量に大きく、 影響した。東牛の盛んな山越村には多数の牛がいたが、地震発生時に牛舎が倒壊して、約半数が死んだ。生き残った牛も全村民の避難時に村に置き去りとなったが、間もなく住民が余震の続く中を村に戻り、山道を移動したりヘリコプターで空輸したりするなどして、数日内に全島を救出した。山越村では、 錦鯉も養殖されていたが、地震により棚池の底にひび割れができて、水が失われたり、棚堤防が決壊して流出したり、土砂崩れに埋まったりするなどして、約80%の錦鯉が死んだ。生産者らは生き残った錦鯉を救出し、ヘリコプターにて損害へ搬出した。影響は、震源地周辺だけではなく、北陸新幹線や、首都圏の私鉄や、 地下鉄も運転を見合わせたり、遅れが発生したりした。また、首都圏の JR 各路線で使用する電力の半分は、被災地周辺の水力発電所で賄われており、小地谷市や川西町にまたがる、JR 東日本保有の品濃川発電所に大きな被害が発生したため、発電不能となった。このため、 他の発電所の発電量を増やしたり、東京電力から電気を購入したりするなどして、対応でしのいだ。この地震では長周期地震動による被害も発生した。震源から200キロ離れた東京では、有感震度は3であったが、六本木にある森タワーのエレベーター6機が緊急停止、うち2機で乗客各1名が一時閉じ込められた。原因は、 地震動によるワイヤーの共振と見られ、うち1機では8本あるワイヤーの1本がエレベータ高速壁の金具に接触しきれていた。地震発生後、火器のような二次的な被害が多数報告された。車の中で長期間寝泊まりすることで火器のような症状を起こし、今回の地震で52名が災害関連死と認定された。また風邪や肺炎が流行したほか 避難所生活及びその後の仮設住宅における生活で仕事を失い、あるいは畑仕事などの作業ができなくなり、運動不足と孤立により、高齢者の心身が急速に衰える、肺炎症候群が広がっている。11月以降、小千谷市など被災地では病死が例年の2倍程度になっており、震災の影響が指摘されている。詐欺などの悪質犯罪電話で、 警察、消防、自衛隊などを語るなどして、救出活動の経費負担を、などと持ちかける振り込め詐欺、日本赤十字社や共同募金など、実在の団体名を語り全く無関係の、振込先、口座番号に振り込ませようとする義援金詐欺、ボランティアで来ている。家の補修工事を手伝わせてほしいなどと称して、ごく簡単な応急的な作業を行った後に、 多額の代金を請求する詐欺が発生している。また、退避勧告中の家の中から貴重品が盗まれたり、被災地の銀行、郵便局の ATM が荒らされた形跡があったりした。避難所でのトラブル積雪による、家屋東海新潟県は、世界有数の豪雪地帯であるため、冬の積雪は、毎年、多い場所で3メートルに達する。 そもそも地震による屋根融雪設,設備の破損は多く、被災地一帯で人力での雪下ろしの必要性が高い状況にあった。2005年の1月下旬から2月上旬にかけて記録的な大雪となり、場所によっては4メートルを超える積雪量となり、地震で傾いたり被害を受けた建物が積雪の重みで倒壊したりする例が出た。山越村で六棟など、 最終的に77棟が雪の重みで倒壊し、内長岡市など6棟で地震との因果関係が認められた。融雪によるだれ気候が温暖になるにつれ、融雪が始まった。特に2005年は地震により、地盤が緩んだところに例年にない大雪が降ったため、だれによる地震の二次災害が発生する事例があった。 柏崎市を中心とする地震と水害救援活動中の自衛隊車両。2004年10月撮影。被災地に向け出発する自衛隊車両。被災者への焚き出し。2004年10月撮影。都市ガスが供給停止となった長岡市内向けに北陸ガスがカセットコンロ1台と専用ボンベ1本を貸し出していた。 2004年12月27日に、全在来線、12月28日から、上越新幹線を含む、全鉄道路線が運転を再開した。長岡市妙県の土砂崩れ現場。地震から1年後の2005年10月に、撮影一般車両の通行止め状況、新潟市を中心に、県内外各方面へ、路線網を有する新潟県内の高速バスは、 地震発生直後から10月26日にかけて一部を除くほぼ全路線で運休した。また大隅バスストップ、片海バスストップ、越四バスストップは施設損壊により強用を休止した。その後の復旧により、新潟県内線、県外線とも段階的に通常運行を再開し、損壊した前述の3カ所の高速バス停留所も復旧後に、 順次共用を再開した。日本プロ野球では、地震発生当時は、中日ドラゴンズと西武ライオンズの日本シリーズの真っ最中であったが、地震発生翌日の10月24日の第6戦では試合前の黙祷などは行われず、試合前に名古屋ドームのオーロラビジョンに、日本野球機構、中日ドラゴンズ西武ライオンズ名義での、新潟県中越地震で被災された皆様に、 お見舞い申し上げますという掲示に止められた。また、日本シリーズ勝者の西部は、ビールかけを自粛せず予定通り実施した。なお、中日の選手会は24日、被災地に寄付金100万円を送ると発表した。中日の井端博和選手会長は、できる限りのことはしたかった。新潟にも、中日ファンはいると思いますので、あとは、いいゲームを見せたいと話した。 J リーグは10月30日に新潟スタジアムで開催する予定だったアルビレックスに新、e、潟対柏レイソルの試合について予進活動への警戒と復旧作業との同時進行での混乱を考慮して延期代替試合を11月10日に国立霞ヶ丘競技場陸上競技場で開催したまた同じく新潟開催で予定されていた 天皇杯四回戦湘南ベルマーレ戦を平塚競技場での開催に振り替えた。なお、同月20日の FC 東京戦、28日のセレッソ、大阪戦の第2ステージのホーム2試合は新潟スタジアムで開催された。また、J サテライトリーグで10月31日に開催予定だったアルビレックスタヨーミアールディージャ戦の開催中止と、 j u s カップの出場自体を発表した。なお j u s カップについては、すでに開催している試合の記録は有効とし、残り試合は0から3でアルビレックスの敗戦扱いとみなした。地震のシーンが多いテレビ番組は、放送を中止、または延期するなどした。例えば、地震の2日後の10月25日に放送予定だった。 読売テレビ制作のブラックジャックの第3話カルテ03ヒッたクリ券は本編に地震のシーンが多かったことから放送延期とされ冒頭で事情を説明した上でカルテレ0オペの順番の再放送を行ったなおヒッたクリ券は2006年に放送されたまた11月4日放送予定だったテレビ東京制作の ポケットモンスターアドバンスジェネレーションでも地震のシーンがあったことから新潟県の一部でテレビ東京が視聴できる地域があることも配慮して翌週放送予定だった回を繰り上げて放送した。なお、現在でもこの話は放送されていない。この頃にノリノ清子内親王と東京都職員との婚約内定発表が予定されていたが被災者に配慮して発表を延期した。 応急対策に一定のメどドがついた平成20年4月4日新潟県中越大震災災害対策本部は解散した地震から6年後の2010年10月までの復旧費用の総額は2000億円以上で内訳は道路や河川や土砂災害復旧などの公共土木施設に約1293億円農地や農業用施設に 約341億円などである。その他、各国の民間による義援金が送られている。この他スパーク三人娘が自立支援目的で山越村内の田畑に米を植え、その田畑で稲刈りした米を特別に販売し、売り上げの一部を復興基金に充てるなどの援助もあった。 2005年5月21日と22日の両日に、渡り、松戸競輪場で開催された、全日本プロ選手権、自転車競技大会記念競輪のサブタイトルに、新潟県中越地震復興支援が付けられ開催。復旧費用に充てるため、新潟県中越大震災復興宝くじが、発売された。この新潟県中越地震で被災、避難した日頭の犬が、 書籍が刊行されるなどして広く知られている。一頭は山越村にいたマリで全村民が損害避難を余儀なくされたことでマリをはじめとする犬などのベッドは置き去りとなった。地震後4日目からは11種などがヘリで村に入り犬や猫への救助を開始した。マリは地震当日の朝に出産していた3匹の子犬を 守りつつ16日後に救助された。しかし避難所には、ペットは、入れず、マリーと子犬たちは一時飼い主と離れることとなった。マリーの話は、絵本で紹介され、2007年には、マリーと子犬の物語として映画化された。もう一頭は、小国町にいた、盲導犬の、クララで、視覚障害者の女性と共に避難所に入った。 避難所での動物の受け入れについて定めたマニュアルはなかったが担当職員が許可し避難所にいた住民も犬を受け入れた。クララは避難所に盲導犬が入った日本初の事例であり2005年に出版された震災にあった盲導犬クララで紹介された。新潟県中越地震で被災した犬は約2000頭、猫は約3000匹と推定されている。 復興祈願花火フェニックス地震発生後から、平原彩香のデビュー曲、ジュピターが、新潟県内のラジオ局で、たびたびリクエストされた。被災地の復興を応援する歌となっていることを知った。平原は、その後たびたび被災地を慰門に訪れた。こうした縁から、2007年公開の新潟県、中越地震を題材とする映画、マリと子犬の物語の主題歌の作詞と歌唱を、 平原が手がけることとなった。被災翌年の2005年以降の長岡祭り、り大花火大会で打ち上げられている復興祈願花火、フェニックスでは、ジュピターが BGM として使われている。ジュピターは約6分の歌だが、フェニックスの打ち上げ時間に合わせて約3分に短縮されている。2005年8月の花火大会には、平原が来場し、この曲をライブで歌った。 山越支市所内に併設された山越復興交流館をあたる川口地域の新大メモリアルパーク内にある氷中震災後以下の4つのメモリアル拠点施設が整備されメモリアルパークとともに中越メモリアル回廊が形成されているありがとうございます